皆さんこんにちは、本田圭介です。今日はね、スプラトゥーン2での僕のプレイをね、皆さんにお見せしていきたいと思いますね。今回使っていく武器はボールドマーカー。この武器、全武器の中で一番射程が短い。そしてかつスペシャルはスーパー着地。皆さんボールドマーカーは弱い、そう思ってないですか？それやったらあなたいつになっても上手くなりませんよ。武器の強さっていうのは武器性能で決まるんじゃなくて、プレイヤースキル 99% で決まるんです。武器の性能はたった 1% の差だから、みんなが弱いって思っているボールドマーカーを今回使ったんです、あえてね。ってことで今回早速ガチマッチやっていきたいと思いますね。ステージは立ち寄りパーキング、ルールはガチあさり、やっていきたいと思います。今回ボールドマーカーを使うってことで、常に前線を張っていきたいと思います。まあ、最初に言っちゃいます。ボールドマーカーでガチマッチを勝つ秘訣。それは初動を制すること。まあ、ボールドマーカー射程は短いけど機動力ある。その機動力を活かして初動を制します。違うんです。今のはあえてやられたんです。あえてね。あえて初動をやられることによって敵の油断を誘う。違うんです。これもあえてやられてるんです。あえて初動2連続ですることによって敵の油断を誘っていく、いわゆる心理戦ってやつですね。まあ、技術だけで言ったら、まあ、僕ぐらいのレベルでも、僕と同じぐらいの技術、またはそれ以上の技術を持ったプレイヤーはたくさんいる。その中でどうやって勝ち進んでいくか、それは心理戦をうまく利用していくんです。まあ、このように最初初動で2連続デスする。あえて2連続デスすることによって、これは敵の油断を誘ってダブルキルをすることができた。まあ、僕ぐらいのレベルになってくるとできる技っていうやつですかね。まあ、こんな感じで、まあ、心理戦をうまく活用していくことも皆さんに覚えてほしい技ですね。はい、それでは早速攻めていきたいと思います。違うんです。僕の実力不足で負けた。そう思ってないですか？違うんです。これ動画を最初から見てくれてる人ならわかると思うんですけど、あえて負けたんですよね。あえてね。やっぱり人生って、スプラトゥーン2もそうですけど、谷がないと山の喜びって感じられなくないですか？勘違いしちゃいけないのは、下に落ちるっていうことが進化してないということではないんですよ。下に落ちるのも次に登るための変化かもしれない。登るために落ちることが必要なこともある。だから、あえて負けたんですね。伸びしろを感じるためにね。ってことで次の試合やっていきたいと思います。はい、それでは立ち寄りパーキングガチあさりやっていきたいと思います。2戦目です。まあ、1戦目の負けを生かして、今回は自分を成長させていく。その意識を持って、常に自分のイメージを持ってやっていきたいと思います。まあ、常に自分は世界一レベルなんだっていうイメージはね、自分常に持ってますから。いきます。まず、ボールドマーカーの勝ち決、初動を制す。初動を落ち着いて、1枚やっていきます。これぞ、まさに、伸びしろ。落ち着いてきます。ここは、相手の気持ちを読み取る。今、相手の気持ちを読み取ることで、しっかりと懐についていく。開幕2枚、キルすることに成功しました。初動なんか、あえてやられなくていいんです。キルすればいいんです。誰が前にいようが、誰が後ろにいようが、俺は前に行く。シュッ！先制点を決めていく。これぞまさに、伸びしろですね。さあ、このまま攻め立てます。敵陣地に入る。考えるんだ。常にイメージを持つ。最善のプレイのイメージを持つ。まずはアサリを集める。敵にゴールをされてしまったが、ここは焦ってはいけない。焦りは禁物。しっかりと防衛の一枚をキルしていく。みんながミスする中で俺が一人で打開したり、冷静なプレイで起点になるキルを出したり、それが最低ライン。それができなきゃ、世界一なんて名乗れない。仕方ない。これをやられるのは仕方ない、ね。敵もやっぱり、かなりトッププレイヤー。トッププレイヤーの争いをしている実力を持っている。油断はできないね。
さあここは慎重になる。自分が勝利の起点となるキル、攻めをする、そのイメージだけを常に持っている。やっぱりイメージって大事ですからね。とりあえず塗る。スプラトゥーン2ってやっぱり塗るゲームなんでね、射程なんて関係ない、塗れるかどうかが重要。前に行くタイミングがない。ここでいられてしまった。何やってる味方。なんだ、回線落ちか。敵がいない。どこだ。いた。これやっていく。よし、ここで決めるぞ。これシュートを決めるんだ。やっぱり最初は負けを演出して勝ち、逆転の勝ちを見せる。やっぱり自分見せるのが仕事なんでね、こういうのもしっかり忘れない。そしてここで見せプをしていく。さあここで味方にパス、パス、パス、パスを炸裂させていく。さあこれ生かすか、ここは一回生存か。シュート、無回転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 シュートを炸裂させていく。これぞまさに伸びしろ。無回転シュート、無回転シュート。お、最後に味方が決めてくれた。まあ、やっぱり最後の見せ場っていうのを味方にあげる、まあ、そういう役割も僕にありますからね。味方のモチベーションを上げる。やっぱり最初の負けがあってこの試合の価値があるんじゃないかなって自分は思っています。自分が MVP ですね。それでは次の試合やっていきたいと思います。やっぱりね、結果を出さなきゃ意味ないと思うんですね、僕。どんなに努力した、誰よりも努力したって言っても結果を出さなきゃ誰も認めてくれない。だからもうボーダーマーカーを、弱い武器を使って勝つなんていうこだわり、プライドは捨てました。やっぱり結果を出すことが全て。今のスプラトゥーン2、やっぱり射程が全てなんです。射程が長いやつが強い、そういう時代になってきている。だから僕ハイカス数持ちます。まあ、今回はね、ガチアサリ、ゴールキーパーとして活躍していきたいかなって思ってます。まあ、自分基本アタッカーなんですけど、まあ、フォワードとしての役割を果たしているんですけど、やっぱりゴールキーパーの気持ちも考えられるようになってくることによって、やっぱり世界一のプレイヤーに近づけるんじゃないかなって思ってます。はい。だから今回はしっかりゴールキーパーとしての役割を果たしていきたいかなって思ってますね。早速、裏取りするバカ野郎がいますね。やっていきます。絶対に許さないぞ。俺らのゴールには、指一本触れさせないぞっていう気持ちをね、持っていきます。ここは味方の攻めに合わせて、ゴールキーパーだけど、攻めます。無回転シュート。無回転シュートぶっつ入れました。さらに今、さらに入れます。貪欲に。入れます。ゴールキーパーだからといってね、守りだけっていう、そういう考えは古いんです。もう今はゴールキーパーも攻める、そういう時代です。まだ攻めます。まだまだです。攻めます、攻めます。迎えてシュート。まあ、これで、初動20カウント攻めた。まあ、こっからは、まあ、自分のゴールキーパーとしての役割を果たせればいいかなって思ってます。やっぱり時代は常に変化していく。ゴールキーパーは守りだけじゃないっていう、この時代の流れ、やっぱり伸びしろなんですね。やっぱりこの伸びしろを感じていくのも、最高の気分です。これ味方がやられてますね。味方がやられても動揺しない。自分が一人で守りきるんだ。そういう気持ちが大事。常にイメージは持ってますから。まずは一枚キルする。入れられるが、まあ、カウントには余裕があるから。おお、しっかり防衛していく。やっぱりイメージ通り、イメージをすることが大事。まあ、ここからさらにカウントをリードしていきたいかなって思ってます、自分は。まあ、ゴールキーパーもしつつも、敵の攻めのアシストを、味方の攻めのアシストをしていく。しかし、まだ敵が攻め込んできます。危ない危ない危ない
ゴールキーパーがやられてちゃ意味がないんでね、絶対やらないようにしていきたい。まずはボールを持ってるやつを倒す。それによって敵は攻めることができない。スペシャルアーマーを履いていく。味方の足サポートも忘れない。まだ味方は攻めれない感じみたいですね。ここは耐え時です。耐える。うっ、入られてる。俺としたことが。ここは見てないふり、見てないふり作戦。僕見てないよ。見てるんですね。これぞまさに伸びしろ。さあしっかりと防衛していく。あ、ここはかかさずシュート、かかさずシュート。こっから本田圭佑の無回転シュート。ゴールキーパーだからといってゴール守ってるだけじゃない。ノックアウト。これぞまさに伸びしろなんですね。皆さん見ましたか。これが圭佑本田です。これが圭佑本田なんですね。はい、ってことで今回は圭佑本田とスプラトゥーン2、いいプレイ見せれたんじゃないでしょうか。はい、ってことで皆さんも、ガチマッチ頑張ってみてください。それでは最後、本田じゃんけんで締めたいと思います。いきますよ。じゃんけんポン。はい、最後まで見てくれてありがとうございます。もしこの動画気に入っていただけたなら、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。あとツイッターもやっているので、ぜひ概要欄のリンクからフォローお願いします。それじゃあね、バイバイ。ナナトでした。また見てね。バイバイ。